8月18日、未生 B&G 海洋センター相撲場で、第20回愛南町スポーツ少年大会相撲競技が行われました。とても嬉しいです。期待しています。残暑厳しい今日、この暑さよりも熱い全力相撲で戦い抜くことを誓います。愛南町スポーツ少年団員11人が集まり、個人戦、団体戦で試合が行われ、選手たちの健闘とともに今後のさらなる成長が期待される白熱した大会となりました。